どうでしたでしょうか。もうすごいあの緊張してたんですけれども、ね、ちょっと入るところ遅れちゃったりとかね、はい、ちょっとごめんなさい、リノ君ちょっとこづいちゃいましたよ、おいみたいな途中でドスってやる、グーッドフみたいな感じでですね、もうほんとあ、メガネ外すな、メガネ外すな、メガネ燃えちゃいました。そう、カノさん目が悪いんで、ちょっと VTR の時とか、はい、ね、メガネかけないと、なんかちょっとメガネっ子みたいな感じ、メガネメガネ恥ずかしい、見ちゃいよ。はい、もう、あ、メガネメガネ多いですよ、メガネコール多いですけど、じゃあ一瞬だけ見せちゃおうかな、チラ見で、チラ見で、チラ見で、一瞬ですよ、チラチラもう、あ、なんか結構でもメガネすごいみんなですね、メガネ子も、はい、食いついてくるんですけれど、そこをアップで恥ずかしい。アップにすると、はい、シワが目立っちゃうから我慢です。シワってちょっと待ってください、みんな勘違いしちゃうでしょ。何をですか。もうなんかちょっと、もうカメラマン、はい、カムちゃん実はいくつなんだろうみたいな感じで、ちょっと待って、そういうことするから私がなんかちょっとすごい上に見られちゃうじゃないですか。かかこうか、知らない。じゃあ年は秘密ってことで、もう別に秘密にすることもないですけど、まあそうなんですけどね、女の子に年齢の話をするのはアウトなんですよね。はいはい、そうですね。なんでそういう流し方するんですか。もうガラスのようなハートが傷ついちゃうな、パリーン傷ついちゃうな、みんな慰めて。あ、ね、いくつなの。まあそれは秘密ってことで。そうですよ、あのほら秘密のアッコちゃん、あれか、怖だって書いてありますけど、そっちですか。あれそっちですか。怖い方ですか。和平さんそっちですか。秘密のかのちゃんってことで、で、はい、一つ許してもらえないでしょうか。まあ、いつかはバレるかもしれませんが、とりあえず秘密って方向で。あの昨日マーチがロココ時代からそういうロリータの設定だったみたいなこと言うから、もういくつなんだみたいな。うロココ時代からっていくつなんだみたいな感じのツッコミをすごい入れたいんですけど。あ、つぶあんさんが生アフレコお疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に今後もですね、はい、この生アフレコのコーナー、はい、続けていけるの続けていけますよ、いけると思いますので、はい、続けていきますよ、いきますので、いきます、ぜひ応援してほしい。噛んじゃってもご愛嬌みたいな感じで噛むのも演技なんですよ。噛んだふりみたいな、そういう演技をするんですか。なんでもう本当ですね、ですね、あ、もう緊張しますよ、つぶあんさん、すごい、もうあの心臓バックバックですよ。あ、ね、なおめぞさんが東京オリンピック東京オリンピックは失礼って。せめてアムロ年齢はしで、お口ミーフィーちゃんで、ミーフィーちゃんで、まあご想像にお任せしますってことで、ミーフィーちゃんみたいな このゴー、はいはい。そういうね、な変な想像はやめましょう。そうですね、あの想像力たくましいのも問題ですね。あ、もう皆さんすごいね、もう年齢にめっちゃ食いついてますね、はい、みんな年齢めっちゃ食いついてますけど、そんなに知りたいんですか。あ、つぶあさんがてか平成生まれなんじゃって言ってます、ね、まあどうでもいいけど、あれ、え、お、え、おー、そうです、どうでもいいです、そうですよね、どうでもいいですよね、年齢なんて関係ないさ、もう、あ、じゃあ言います、かのちゃんの年齢は永遠の17歳です。これみんな引いたね。ちょっと今のカットカットカットでお願いします。なんか言ってるって、なんか言ってますよ、これよく聞くんですよ。17歳って永遠じゃないですか。永遠なんですか。永遠ですよ、もうあのときめき のえ、有名な歌にもなんかありますよね、あれは16歳ですよ。16か、はい、16歳、10代は永遠なんですか。そうなんですよ、みんな10代という響きに憧れるんですよ。お、鈴間さん褒めてますね、すごい。あー、かのちゃんのおばあちゃんの声が上手かったからって。そうは思いません。あれあれで本当のおばあさんの声と比べてみると、あ、全然おばあさんじゃねえわ、はい、そんな褒めてくださってんですか。あの真摯に真摯に素直にだ、素直に受け取りましょうよ。もうええなさい、もうなんか日本語がおかしい子みたいな感じになっちゃってますけど。ちょっと痛い子になってるね。もうあ、
前園さんすいません、こんな子ですすいません、はい、こんな子ですすいません、もうもう本当にもう、 もう年齢話からあの離れましょう離れましょう離れましょう離れてください、はい、お願いします、懇願します、懇願もうはい、もうでもあの産業ラブレターは確かにちょっと難しいんですよ、難しいですね、ちょっと間の問題とかもありますしね、とかあのやっぱ自分の心の問題ですね、心緊張に耐えられないみたいな2回目じゃないですか、カノさん。そうなんですけど、僕1回目ですよ。やっぱり1回目ですよ、僕1回目でしたね。めっちゃ緊張してますよ。1回目でしたね。でしたよ。実はいやーもうでも本当あのあー汗かいたー手がそんなところで手をこすっても皆さん、あ、つぶあんさんが、あ、2人はラブレター書いたことある、書いたことありますか。実はですね、いたずらで書いたことあります。ちょっと何ですか、いたずらって。友達の内輪で計画してちょっと入れてやろうぜ。ちょっと皆さん聞きました、なんてひどい人なんでしょう。ちょっと皆さんはどうなんですか、ラブレター書いたことありますかね。書いたことありますかね。ラブレター私はないですね。ないですか。ないですね。へえ。なんかもらう方ですか。もらっこともないですね。もらったこともない。もらったこともないですね。今の時代メールですかね。あの何でしたっけ、靴箱をこう朝投稿してきてパッて見たらこう手紙がみたいな感じのドキドキサプライズみたいな感じのものはないですね。代わりに画鋲が入ってる、ね。画鋲ってそれドキドキハプニングですね。それあれサプライズなのかな。どっちでもいいや。もうでもあ豆蔵さん。おおー。もらいすぎて途中で、すごいモテモテじゃないですか。モテモテですね。羨ま、1枚くださいみたいな感じですよね。もらっても関係ないほんとそうですね。でも羨ましいですよね。はい、あ、つぶあんさんが今ならいたずらでもいいから欲しいそんな、あとね、分かった時が悲しいんですよ。そこに F4 って書いてなかったって書いてありますよ。お、F4 って、あ、花よりですか。花より団子団子どっちの、え、男子男子もうそんな F4 から欲しいですけどね。ですね。もらえたら。もらえたら。もらえたらぜひ欲しいですよ。いや、僕はいらないけど。あ、もめさん、若い時はって。若い時、ね、今はどうなんですか